烈ナイトメア。皆さんこんばんは、ナイトメアボーカルヨミです。ベースのニーヤです。ということで今月も始まりました、爆裂ナイトメア、はい。今月はスケベボーイ1号そしてスケベボーイ2号の2人でお送りしたいなと思います。よろしくお願いします。のっけからやめてそういうの。ねえ、ちなみにスケベボーイ3号は誰でしたっけ？ブランドルカですね、そうなんですよ、まあ、1号、はい、2号、3号ということでね、はいはい、よろしくお願いします。そうよろしくお願いします。今日はですね、ちょっとむっつりスケベボーイ1号が今日はお休みということでねえ、むっつりスケベ2号はちなみに誰でしたっけ？ギターのさきとですはい、ということで今日はね、ひどい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、またですね、今月からは、無料放送も会員限定放送も同じ URL での、放送になりますので、途中でジャンプする必要がなくなりました。はい、なのでスルッと今日はね、いきますよ。スルッといけるわけですね。スルッといきます。よし、よろしくお願いします。さて、我々ナイトメアですが、ナイトメア 20th Anniversary ツアーインカーネーション無事に終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ、よかったね、何事もなくね。ねえ、よかったね、うん、とりあえず、今日はお酒なんで、ちょ、こういう、そうだね、うん、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、うん、うまい。いやー、美味しいですね。美味しいね。なんと、お酒が美味しくなる情報がまだあるんですよ。ほう。なんと、今回のナイトメア 20th Anniversary のニューシングル、インク、うん、はい、オリコンウィークリーチャートなんと8位になりました。ありがとうございます。ねえ、嬉しいね。嬉しいですね。いや、これも本当に何だろう、僕たちだけではなくてね、うん、こうみんなと一緒に勝ち取った8位です、うん、8位で。しかも誰に勝ったんだっけ、うん、誰に勝ったんだっけ、誰に勝った、うん、誰に勝ったってどういうことですか？え、誰に勝ったって、さっき話したじゃん。はいはい、あれ、え、ああそうですね、あ、もう一回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 振りちょうだい、もうちゃんちゃんちゃん、ああもう一回振りちょうだいオッケーオッケーオッケー、はい、ねえ、はいはいはい、ね、8位になりましたけども、ね、とあるアーティストさんに勝ちましたよね。ね、勝ちました、なんと、うん、アジカンに、イエーイ、そう、アジカンに僕たち勝ってね、8位ということで、そうです、いやー嬉しいです本当にね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に良、うん、かった良かった、うん、ちょっと出だしからちょっといろいろグダってますけど、グダってない、グダってない、全然大丈夫誰に勝ったんだっけと思って、ごめんなさいね、はい、はい、ということで、今回のツアー、会場に来てくれた皆さん、そして、配信でご覧に、なってくれた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、今回のツアー、ニーヤさん、どうでしたか？はい、いや、やっぱ始まる前はね、うん、いつ、どこでどうなるか分かんないじゃん、うんうんうん、このご時世とは。だからもう、すっげえ不安だったけど、うん、もちろんね、俺たち以上にね、来てくれるファンの子たちがさ、うん、そう思ってると思うんだけど、うんうん、やっぱ俺もね、いろいろ不安で、でも、なんとかね、うん、結構、ね、4本終えて、そうだね、何事もなく、うん、終わって本当良かったし、うんうん、なんかね、もう俺個人だけじゃないと思うんだけど、うん、メンバーもファンのみんなも、うん、なんかね、一回り成長したんじゃないかなと思って、うんうん、なんかそんな、なんかツアーだったよね、うん、そう、うんうん、どうですか？そうですね、本当まあ、今回もすごくこう、うん、なんだろうな、いろんなこう感染症対策をしっかりね、みんなでして行ったわけなんですけど、うん、まあ、ファンの子たちもすごくやっぱライブだけじゃなくて、うん、まあ、やっぱ移動とかね、もうそこからも含めてこうなんかこう気をつけて移動してくれたと思うし、うんうん、ライブも、ね、声出せないからやっぱ拍手みんなね、うん、してくれたりとかして協力していただけたっていうのがすごくこういいツアーになった理由かなと、そうだね、思ってますね。ちなみにさ、やっぱ声出せないからずっと拍手だ、うんうん、あれ疲れるよね。ね、疲れるし多分痛いと思うんだよ、ね、ずっとこうね、やってんの。実際どうなんですか、その辺、皆さん、うん、疲れるのかな。いや、疲れると思いますよ、うん、
まあ、拍手疲れるっていうよりは笑いを我慢する方が辛かったかもね。あ、確かにね。もしかしたら、うんうん、なんでさ、こういう声出せない、ね、タイミングに限って、うん、ヨミさんは MC で、うん、ああいう暴走してしたんですか。ほんだ今回新谷君との MC が結構あの暴走気味でしたよね。いつもどこの会場もだからね。あれやっぱ今後こういうスタイルでいくんですか。まあまあまあ、まあ、ちょっとね上げ気味で上げ気味でちょっと行きたいなと。 あれかじゃあ次のやつはもっとひどいぞと。もっとそうですね。はい、はい、そういうね MC を盛り上げる MC をしていきたいなと思います。大事ですよ。はい、みんな今回のツアーどうだったでしょうか。ね、来られた方、うん、そして配信で、ね、ご覧になった方、うん、あ、冬のツアーね、仙台にも来て来てと、うんうん、あ、すいませんね、仙台の皆さん、うんうん、よかった、楽しかった、うん、あ、カメラワークも良かったですと。お、うん、あ、仙台来てくれて嬉しかったです、うん、名古屋楽しかったですと、うんうん、いいライブでしたと、うんうん、ね、本当いいライブだったよね、うん、はい、ということで、すごく、ね、いいツアーになりました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ここでですね、はい、感想のメールが届いています、はい、じゃあ新谷君からお願いします。はい、はい、ニコニコネーム ブラリ一人旅さんからです。はい、はい、ひつぎさん、ゆみさん、こんばんは。はい、新谷君こんばんは。はい、俺もいます。はい、日曜日ゼップ東京に参戦しました、うん、前日からそわそわしっぱなしで、うん、結局一睡もできないまま前日当日を迎えました、うん、ずっとライブに植えてたせいか、ヨミさん、ひつぎさんの姿が見れた瞬間から涙が止まりませんでした、うんうん、このような状況下の中で最高のライブありがとうございました。ライブが終わった夜は10時間からぐっすり眠れましたが、お二人はライブ終わってすぐ寝れましたか。あ、なるほどね。まあ僕たちもね、やっぱその、うん、まあ、東京だけじゃなくてさ、うん、やっぱ仙台もそうだし、うん、まあ、大阪、名古屋、はい、もうなんかこう打ち上げができなかったじゃない。そうだね。そう、うん、まあ、だから本当その東京も終わって、うん、なんていうんだろうな、こう一安心したのがあって、うんうん、なんかすごくぐっすり眠れましたね、お、うん、東京終わりは。ニア君どうでした。俺ね、基本ライブ終わった後眠れなくて、うんうん、あのね、ライブもそうだし、リハとかレコーディングとか、そのね、やっぱり一日中その爆音の中の環境で過ごすわけじゃん、うんうん、そうするとね、多分こう脳がなんかこう刺激されたか、はいはい、されたか分かんないけど、ちょっと興奮状態、そう、うんうん、で寝れないんだよね。あ、でもライブ終わった直後ってなんかそんな感じだよね、あの夜とかね、うん、そう、だからね、もう無理やりもう、ね、もう寝酒飲んで無理やり寝るって感じだね、うんうん、なるほどね、うんうんうん、まあ、ちなみにあのライブ後だったりとか、うん、まあ、家でもそうなんだって、だし、はい、まあ、地方の、まあ、一回ホテルに戻ってきたりして、うん、まあ、どういうふうに宮君は過ごしてる感じですか。俺ね、十中八九棺と部屋飲みしてる。、うん、そうね、大体ね、スタッフだったりとかね、そう、大阪でもライブあって名古屋移動して、うんうんうん、やっぱ彼は俺の部屋に来たからね、うん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 、宮城飲もうつって、うんうんうん、いいよ、外で飲めないからね、うん、そうそう、いいよつって二人で飲んでましたね、うんうんうん、なるほどなるほど。はい、ヤミさんは。俺はね、もうお風呂にも使って、もうやっぱり睡眠ってすごく大事なんですよ、まあね、そのボーカリストにとって、ね、うん、そう、だからゆっくりこうお風呂にちゃんと、うん、使って入って、うん、なんだろうな、できるだけ早く寝るっていう風にしてましたね、うん、え、ご飯は。あ、ご飯もちろん食べてましたけど、うん、まあ、マネージャーとね、一緒に食いに行ったりとか、そうしてました。なるほどね、お利口さんですね。そうですね、うん、もう、昔より本当に、だからそういうところも大人になったなと思いますね、まあ、いい、はい、いいと思います、それで。はい、ということで、はいはい、もう一つじゃあ、感想メールじゃあいきましょう。はい、はいはい、あけびさんからです、はい、ナイトメアツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のツアーは残念ながら会場には行きませんでしたが、ニコ生で初日を見ました。メンバーの皆さんの熱気は配信の映像からも伝わってきましたよ、うんうん、新曲インクも
生で聴けて最高でした、うんうんうん、次は会場に足を運びます。はい、はい、とのことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございますね、嬉しいね。そうだよね、まだ、うん、そのね、ニコ生とか、まあね、入ってくれてるから、うんうん、ね、やっぱそのリアルタイムで見れるわけじゃん、うんうんうん、まあ、それがあれだけやっぱ違うよね。そうだよ ね、場所は違えど、そうね、うん、こうその行った気になるじゃん。なるなる、ね、なるし、やっぱすごいこう、なんつうんだろうな、うん、今あの僕たちのね、ライブに来たくても来れない子たちがすごく多くて、うん、あのでもそのやっぱりそのニコ生のチームが入ってくれたり、うん、そのストリーミングプラスのスタッフが入ってくれたりして、あのだから少しでもね、なんかその行きたいけど行けないっていう子たちに今のこう自分たちのライブっていうのをやっぱ、うん、あの届けることができて、なんか良かったなと思いますよ ね、うん、しかもあれだよね、家だと声出せるから。そうだね、うん、ヘッドバンもできるし、ジャンプもできるし、笑えるし、ただあの近所迷惑ね、そうだね、クレームこないように、まあね、はい、うん、気をつけていただければ。そうですね、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、今回のツアーの、初日は、10月3日、仙台ギグスでした、はい、まあ、その時の模様はですね、ニコ生さんでも配信したんですけども、初日ニア君どうでした？いや緊張したね、初日はね、うん、うんうん、あのね、やっぱね、初日っていうのなんかすっごいなんか独特な空気感あるじゃん、うん、あるある、メンバーもそうだし、スタッフもね、うんうん、だからもうほんと細かいそういう確認とか本番直前までやってて、うんうんうん、で俺結構最近そうなんだけど、もうステージ出るとき前まではさ、ステージ出ました、うん、でローディーにね、ベースを受け取ったんだけど、うん、最初から息子とにしました。それなんでかって安心するんだよね。わかるわかる、うん、ね、持って出るとね、そう、ベース持ってるときが一番安心する。わかるわかる、うん、なるほどなるほど、まあ、それもあってからやっぱり、ね、ちょっとね、これまでのツアーよりかは、うん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 、ちょっとこう、なんだろう、こう自信満々な感じでね、はいはいはい、ステージに立てましたね、うんうん、いやでもまあ、仙台もすごくいいライブだったと思うし、うん、あの、なんだろう、まあ大阪、名古屋、うんうん、もうすごく良かったし、良かったね、もちろん東京もね、良、うん、かったし、良かった良かった、うん、なんか、なんだろうな、どの箇所も良かったね、うん、楽しかったよな、本当に。そう、だ改めて、うん、やっぱりライブっていいなって思ったし、うん、なんかツアー、なんか楽しいなって なったよね。そうそう、なんかね、そう、うちら昔からさ、そのもちろんライブ好きだけど、うんうん、地方行って、ね、ツアー好きじゃん。そう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 、でそれをさ20年間やってきて、うん、突然ここへ来てやっぱねやれなくなったっていうのは、うん、やっぱすげえやっぱその1分 ね、 そ, うだね、それを今回のツアーで全部こう吐き出したね、発散吐き出した、ね、うんうんうん、そんなツアーになったんじゃないでしょうか、はい、はい、ということでツアーの感想はひとまずこんな感じですが、はい、今夜チャンネル会員限定のお時間ではツアー中の敏腕マネージャーがですね、はい、激写したマル秘写真も公開いたしますので、お楽しみにしてください、はい、さて、今夜も、皆さんからメッセージを募集します。今夜のテーマはこちら、第1回赤っ端大賞。いや怖いわ、このタイトル怖いな。うん、いや怖い写真が来るんじゃないですか、うん、ねえ、最近はすっかり寒くなり、はい、木々の葉が、ね、赤く色づき始める季節になったということで、うん、今夜はあなたが恥をかいた、赤っ恥をかいたエピソードをどんどん送ってきてください。はい、お願いします。はい、例えば、幼馴染を、ヨークスメと呼び赤っ恥をかいた、うん、みたいなね、はい、ありましたね、そんなことね。はい、まあまあまあ、はい、そうそうそう、そういうね、エピソードだったりとか、うん、お待ちしております。はい、すでにメールが届いております、はい、じゃあニア君お願いします。はい、キミさんからです。はい、ユミさん、ニアさん、こんばんは。こんばんは。赤っ端のエピソードなんですが、小学校2年の時に2時間目の授業、うん、体育の授業で、うん、プールだったんです、うん、家から水着を中に着て登校しました。はいはい、はい、無事にプールが終わり、洋服に着替えている時に、うん、下着のパンツを持ってこなかったことに気づき仕方なく何も履かないまま 3,4 時間目を過ごして、次は給食なので手を洗いに教室を出たところで男子にスカートをめくられお尻を見られてしまいました。マジかよ。それ以来冬休みまでは
あだ名がノーパンになってしまいました。何十年も経って今でも同窓会では笑いのネタにされています、うん、うわー、これはきついな。赤っ端だねこれね。小学校2年生でしょ。あ、小学校2年生だった。その大人だろう、関係ねえか。ね、関係ない、ね、関係ないね、年関係ない、ね、年関係ないわ。恥ずかしい、恥ずかしい。いやこれはきつい ね。いや、まあ、ノーパンっていうのはね、まあ、先、うん、って先とかと、そう、どこぞの先とかと、先とかと、うん、うん、なるほど。まあだから先とも恥ずかしかっただろうね。それそうだわ。でもね、俺似たような経験あるわ。え、それは何、ノーパン。うん、ライブ何回か俺ノーパンでやったことあるな。なんで。その替えのパンツ忘れて、あ、やっぱ1個足んねえってなるじゃん。ああ、そしたらもう今日はもうノーパンで行こうみたいな。ああ、もう履かなくていいやみたいな。あ、いや、もうどうせ見えねえし。あ、まあまあね、うん、なんかでも変な感じしない、気持ち悪いね。え、うん、そう。え、ちなみにそれは どっちで、あれ、ズボン、ズボン履いた時さ、うん、どっち側に寄せたわけ。覚えてないんだ。あ、そう、覚えてないか、うん、覚えてないですね。覚えてない、はい、あ、なるほど。なんかないですか、ヨミさん、そういうの。俺ね、うん、逆に俺はちゃんと履いてたんですよ。それこそ本当この間の仙台ギグスの時に、うん、まあちゃんと履いてたんですよって、マジで、うん、それ普通だ、普通じゃん、うん、履いてんのは。普通だね。だけど俺、あの朝からちょっとお腹下し気味でさ、うん、はいはいはい、で俺ヘだと思ったらちょっと出たの。うっそー。ピャッて。で、うん、俺替えのパンツ持ってきてなくて、うん、逆になんかこのままでいいわと思って。マジで。そうだから、あのニコ生で配信されたと思うんですけど、うん、あの時実は俺のパンツは結構やばい、うわ、結構やばい状況、最悪。ない、ちょっとあのおならだと思ったらじゃなかった経験ない。ない。そう、結構だ、そういうこと年に1回か2回あるんだよね。そしてさ、よくそれを言えるよね、ここで。はい、あ、今からその映像をご覧に、みんなにご覧になってもらう。うわ、これさ、ちょっとさ、うん、なんか見方変わるよね。まあ若干ね、うん、うん、だそういう状態だった、大変な状態だったんだなっていう、ね、あ、苦しんでたんだよ。苦しんでたっていう気持ち悪い状態の中でね、それでも歌を伝えようとしたんだなっていうね。なるほどね。そう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 、プロです、プロですね。プロです。いや、物は言いようですよ、ね、まあ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 、まあ、はい、ということで、まあ、こんな感じでね、あなたが赤っ端を書いたエピソードをどんどん送ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。それではここで爆裂ナイトメア今月の1曲目に行きましょう。先ほどのお話あったと思うんですけども、はい、仙台ギグスでの映像から、はい、ナイトメアでフィアの映像をご覧ください。どうぞ。
はい、ということで今月はナイトメアの読みとニアがお送りしている爆裂ナイトメア、はい、ということで、はい、皆さんね、あのちょっとフィアをですねご覧になる前にちょっと余計な情報をちょっと与えすぎてしまって、ね、本当に申し訳ございませんすいませんでした、ね、私の読みがはい、すいませんでした。はい、ということで、早速いきましょう。今夜、はい、一発目のコーナーこちらでございます。質疑 VS 読みどっちの勝利賞フォースシーズン。はい、ということでこのコーナーは私と棺さんが罰ゲームをかけてさまざまな対決をしておりますが、はい、今回はですね、はい、新谷君が常井君の代理で、はい、戦ってくれますが、はい、どうですか、勝負の意気込みは。いやもうそれはもう勝ちいきますよね、はい、そう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 、まあ今イーブンなんですよちょうど、はい、そうなんですね、常井君と僕のポイントが、うん、なのでね勝って気持ちよく帰りたいですね。そうですね、うん、はい、ということでまあ現在持ちライフポイントは次80ポイント、そして読み80ポイントということで、うん、持ちライフポイントがゼロになったら、うん、何かしらの罰ゲームがあるということで、はい、では早速参りましょう、うん、今月の対決はこちら、目利き力対決。目利き力対決、はい、ということで今月はですね、本物かそれとも偽物かを見極める対決です、はい、勝負は3回戦、より多く正解した方が勝ちです、うん、早速対決に参りましょう。まずは1回戦、1回戦目こちら、食材と食品サンプル、本物の食材はどっちということで、はい、はい、我々と少し離れたところにあるテーブルの上に、あれはハムですかね、はい、ハムの、食材と、食品サンプル A と B に2つ置かれております、うん、ね、1つは本物でもう1つは食品サンプルです。 A と B どちらが本物の食材か見極めてください。どうでしょう宮君。全然わからないてかさ、やっぱあのラップがかかってるじゃん。
若干分かりづらいね。分かりづらいね。どっちだろう。どっちだろうな。俺的にあれ、あ、そっかそっか。俺的に、うん、あ、あっちかな。俺もね、なんとなく、うん、あっちかな。分かった。いい？これじゃあ何？せーのでいく？あ、ですね、答えはせーので A か B か、うん、あの言ってください。OK。いきますよ。はい。せーの A。マジで？今 B って言った。B って言った。俺 A って言った。俺は B の方が若干の、うん、なんだろう、食品から出るその水分的なさ、油分的な、そう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 、をちょっと感じたのよ。うん、で逆に A の方が、うん、なんかラップしてるのに、うん、なんかちょっとなんつうんだろうな、こうその食品から出るその水分的な油分的な、はい、ツヤみたいなものがちょっとなんか少ないなと思って、はいはいはい、で B にしたんですけど、 なるほど、ね、なんで日本は A にしたんですか？俺ね、まあね、そのいろんな種類のハムがあるじゃん、うんうん、俺がよく食べるのは A だから、あ、 A のハム、うん、こういうやつを好きってことね。好きよく食べるし、うん、B ちょっと赤すぎねえかと思って、あ、そうだからラップのせいかなって思ったんだよね、うん、ラップにこうなんつうんだろうな、その油分だったりちょっと水分がちょっと、でもね、これ分かんねえわ。じゃあちょっと僕がですね、うん、ちょっと代表で、はい、あのテーブルに行って確かめたいなと思います、はい、お願いします。これどうすればいいの？両方ともパッてればいいですか？それじゃあいきますよ。はい、はい、じゃあよいしょ、あーっと、よいしょ、はい、あ、待って、どっちの本物じゃねえの？嘘でしょ。それは勝負だね。ちょっと待って、待って、ちょっと、ニア君ちょっと一回来て。嘘。どっち？ちょっと一回触ってみて。どっち？あ、B っぽいな。B っぽいってどういうこと？ぽいってどういうこと？ B が正解っぽい。B が正解っぽい。うん、あ、B です、B です。B が。B が本物ということで、これはですね、読みが正解、はい、あー、なるほど、よし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 、次ごめん、よし、OK、まだまだまだありますから、はい、そうなのか、ということで本物は B でございました。どう？いや、これむずいわ。やっぱりさ、最近の食品サンプル、技術はすごいね、うん、もうどっちか分かんない、分かんない、うん。さて、じゃあですね、続いて、2回戦はこちら、はい、普通の食材とカチンコチンに凍った、冷凍食材、はい、普通の食材はどっち？ということで、はい、先ほどと同じように、うん、あちらのテーブルに、うん、普通の食材とカチンコチンに凍った、冷凍食材がですね、はいはい、そろそろ置かれるはずなんですけども、はい、うんうん、はい、来ましたよ、はい、こちらです。普通の食材とね、カチンコチンに凍った冷凍食材、はい、普通の食材はどっちということですね。どっちだろう、うん、どっちだろうね、これね、これね、わかんねえわ、わかんねえわ、さっきよりわかんねえ、なんかこれはでもわかった気がするな。こっちだ。 OK？ うん、いく？はい、それじゃあせーので同時にお願いします、はい、いきますよ、せーの、A！ おー、そうね、かぶったね、うん、いや、これは、うん、そうなんか A な気がする A っぽいよね、うん、なんかね、ちょっとね、B の方が、ね、綺麗すぎんだよね。わかるわかる。で、A はちょっとこう、ま、そう、色がまだらじゃん。そう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 、そう、こう、リアルなんだよ。わかるわかる、うん、で、俺それで A かなって。あー、そうだね。なんかさ、だから B の方がなんかちょっとテカリとかがあってさ、うん、ちょっとなんかその、うん、なんだろう、確かに
ちょっと作られた感というか、うん、結構あるなっていう感じなんですけどね。じゃあ、うん、ちょっと僕が代表で、じゃあ、はいはい、お願いします。どちらが本物かいきますね。はい、正解は A です。あ、まあね、まあまあそうですよね。いや、これはそうですよ。まあまあそうなりますよな、うん、そうだね、うん、はい、まあこれはちょっと簡単でしたね、うん、はい、ということで、今、ユミが、2勝、そして、ニヤ君が1勝ということで、はい、はい、では、はい、最終問題、はい、行こうと思います、今回はですね、うん、インクが出るマジックはどっちということでわかるかな。あちらのテーブルに、2本のペンが用意されておりますが、インクが出るペンは1本だけです。あと1本はインクが出ないペンです、うん、今回も見た目だけで、まあ、見極めてくださいと今、ね、出てきたんですけども。ちょっと待って、これ完全に勘だよね。そうだね、だって見た目でどうこう言えるようなものじゃないもんね。でも A、 若干あの透明というか透けて見えないか、あれ見えないな、見えないか。これ答えさ、うん、かぶったら面白くないよね。いや、いいんじゃないですか。ああ全然、もうどっちだろうな、分かんねえな、これ分かんないね、うん、なんか B の方が、うん、なんかこうちょっと高級感がある、うん、ね、ペンですけども、っていう罠っていう逆にね、トラップね、逆に A の方がね、うん、ちゃんと出るっていうね、うんうん、いや、これは分かんねえな、うんうん、これ分かんないね、うん、じゃあ、とりあえずいいですか、行くか、行きます。もう本当にこれもう完全勘だよ、俺も勘、うん、うん、じゃあ、行きましょう、行きましょう、せーの、 B、 うわ、おーし、多分、まあ俺なんで B にしたかっていうと、うん、さっき A だったじゃん、うん、みかん、うん、うん、で、また A ってことは、ね、だって、あっていうよりは俺がもしこの台本を書く人であれば、うん、あ、次は俺は B にするなっていう、あ、なるほどね、そういう感どうに俺はね、あのババだから B にした。もうそれだけ。待って、もうね、それなんかね、理由的に、なんか今同じ B じゃん、うん、だけど、もし合ってたら、うん、完全にニーヤ君の勝利に近いね。その理由、そう、俺 A 型だから、うん、A にしようかな、いや、血液よりも名前だと思ってで、もうだから完全に勘でいくって、完全にね、勘ね、うん、俺はババだから B だと、そう、わー、これはね、B であってほしいね、これはもう B であってほしい、 B であってほしい、これで外したらいけるよな、ね、はい、じゃあ、ほんまこれどうしたらいいんですか。これは、どこに書きますか。はい、じゃあ、まあ、A からいく、それとも B からいく、 A からいきましょう、 A からいく、うん、はい、じゃあ A、ちょっといきますね。何あの、かけちゃいましたね、かけちゃいました、かけちゃいましたね、気にして、あ、じゃあ、かかしてる、かけちゃいました、あー、ってことか、まあ、一応じゃあ、一応こっち試してもらっていいですか。はい、ね、これさ、うん、何が、え、何が、はい、はいって感じ、はい、いった、いって、いって、なにこれ、ビン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 なんだけど、俺はね、俺は我慢した、いったなんで落としてくれるんだ悪いな、本当にねえ、なんだやっぱりな、俺分かった、分かったわ、うん、やっぱりあの B ね、ババ
ババのペンは多分ここからしかインク出ねえわこっちのペンですからインク出ねえわはいということで、はい、これはあれか俺が一応あれなのかなってことはそうだねはいはい今回の、対決結果が出ました、はい正解数は読みが1問正解、うん、はいで新谷がいや違う2問じゃないあ2問か2問んあれ2問でしたっけ、うん、あそうだ2問正解、うん読みが2問正解そして新谷が、1問正解、はい、ということで今回の勝者は読みです、はい、失礼ごめん足引っ張ってしまった OK ということで以上、質疑 VS 読みどっちの勝利賞4シーズンでした、うん、はいということで、現在のお時間、ねはい、21時39分、はい、ということで、今月からですね、無料で全員の方に見ていただけるのはここまでということです、はい次回の爆裂ナイトメアは、いつでしょうかまだ決まっておりません、うんねまあ、11月の5日、ねうん、になると思いますけども、はい、その時にはもう質疑さんは戻ってきてるんでしょうか、ね、はい戻ってきてると思いますので、はいはい、安心してお待ちください、はいまあ、てか何があったってわけじゃないんですけどねそう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 たまにはなんかそう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 でもいいかなみたいなね出させてほしいなみたいな、はいはいはい、みたいな感じの今日はね、はいはい、僕と宮君でお送りしましたけどもはい、はい、また、放送日が分かり次第、オフィシャルツイッターの方で、告知したいなと思いますお待ちください、はい放送時間は夜の、9時まででございますよろしくお願いしますあそうか9時からですすいません夜の9時からです、うん、はいよろしくお願いします、そして、ちょっとですね、はい、ここでちょっと告知させてくださいどうぞテクノブレイクの告知なんですけどもはいこれでございます、テクノブレイククリスマスパーティー開催決定しましたはい、はい、ありがとうございます、2020年12月19日、銀座の地球星というですね、レストランがあるんですけども、そこでアコースティックライブアコースティックパーティーというかね、まあ、クリスマスパーティーをやらせさせていただくことになりましたいいですね、はい、うん、詳しい情報はテクノブレイクのホームページを、チェックしてくださいよろしくお願いしますお願いしますはいということで、はいこの後のですね続きはチャンネル会員限定、はい番組で、お届けしたいなと思います、はい、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいということでもう切り替わっているそうです、はい、どうでしょう皆さんいいね、このテンションでいけるの ね、うん、皆さんどうでしょうぬるっとねぬるっとこのままも、はい、いきますからねはい、あ見れてます見れてます、うん、ありがとうございますね、今日はニーヤ君が来てるので、たくさんの石台お待ちしておりますあ、お願いしますね、はい、石台待ってるよいやさっきのちょっといろいろちょっと飛ばしたね。ちょっとね、これ話持っていかんですよ。いいよいいよ。だからそのちょっと下品な下りがあったじゃないですか。下品な下り、ね。彼の仙台ねライブの。はいはい。こうね。うん、でその間さ、俺らこう一生懸命こう画面にね見て、ね、コメントで見て、みんなのね。みんなのコメントが面白すぎて、もうこっち二人大爆笑でした。ねいやちょっと、ね、笑いましたね。笑った。うん。あれはねちょっと。そうだね、ちょっとあんまりなんだろうな曲入る前に言うことではなかったですね。曲終わりとかで言うエピソードでしたね、あれはね。やっぱね、うん、みんな見方が変わったっつって。ちょっとね、うん、そこはちょっと申し訳なかったなと思いますね。そうですね。はい。はい、それではですね、はい、ここからは爆裂ナイトメア、はい、チャンネル会員しかですね見れませんが、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここで、テーマメール紹介しましょう、はい、第1回赤っ端大賞、はい、ということで、はいはいじゃあニーヤ君メールをお願いいたしますはいヨミさんニーヤさんこんばんはこんばんはツアーお疲れ様でしたすごく楽しかったし、うん、MC がキレッキレすぎて声出して笑うのを我慢するのが大変でした、うん、やっぱりそうだったんですよ、うん、で
今回のテーマは赤っ恥大賞とのことですが、はい、私が恥ずかしかったのは数年前のライブ中の出来事です、うんうん、この日は整理番号がよくライブハウスの最前列で見ることができました、うんうん、とある曲で思いっきり折りたたみをしていたのですが、バッと顔を上げた瞬間、ステージの前方に出てきていた新谷さんが私の目の前で片膝を床につきながら演奏して、ああ、はい、はい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 、スナックね、はいはいはい、たまたまこちらの方向を見ていたのか、うん、ステージ前方と最前列のわずか数メートルの距離でがっつり目が合ってしまったのです、うんうん、普段のライブ中に目が合ったなと勘違いするときはキャーッと喜びますが、うん、折りたたみやヘドバン中の顔なんてひどいに決まってるし、会場の正面も明るいタイミングだったので、うん、一瞬の出来事なのにスローモーションに感じて絶望しました、うんうん、赤っ恥とは少し違うかもしれませんが、新谷さんファンの私としてはめちゃくちゃ恥ずかしい出来事でした。ヨミさん、新谷さんはライブ中に、隠れてしまいたくなるほど恥ずかしいエピソードありますか？ライブでがおじいちゃんになっても食毛のクラファンをするようになっても愛するので、ヘドバン中の顔がひどくてもファンたちをどうか愛してください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、うんうん、まあ、うちらもヘドバンするじゃん。するする。まあ多分とんでもない顔してると思うんだ。まあまあまあ、もちろんもね、うん、あのね、昔はね、それこそバンド始めた頃は、うん、ちょっと気にしてたけど、うんうん、もうね、もう気にしない。わかるわかる、うん、そんなにね、うんうん、もうどんな顔だろうがとりあえず頭を振ろうっていう、うんうんうん、それにも精一杯で、うんうん、ね、なんか赤っ恥書いたエピソード200分はあるんですか？俺ね、多分ね、インディーラストツアーかな、うんうん、だと思うんだけど、バトルツアーだ、思い出した。お、懐かしいね、うん、の大阪ミューズホールだって、はい、で、曲始まって1曲目確かドームだったと思うんだよね、うんうん、始まった瞬間、なんか最前のファンの子たちがなんか指さして、なんか訴えかけてるね、はいはいはい、何かね、訴えかけてたんだね。どうしたんだろうと思って、まあ俺はまあ息をよいとか演奏するわけですよ、はいはいはい、で、2、3曲終わって多分 MC 入りました、うん、MC 入ってこう後ろ向いてチューニングしてる時にクソクソっと、いやさ、チャック開いてるって、おー、全開だったんだって聞こえて、嘘でしょと思ってパッと見たら、見事にガッツリもう、あ、もうガッツリ開いてたんだ。ガッツリ開いて、なるほど。その時はね、もうね、帰りたかったごめん、今日はちょっとベースなしでやってくれっていうぐらい恥ずかしかった。なるほど、うん、確かあるよね、あるある。だから俺も同じようなこと、うん、要は新潟、新潟、ね、はい、ロフト、新潟ロフト、ロッツ、ロッツ、ロッツ、新潟ロッツで、うん、ライブ終わった、終わったっつって着替えて、全部着替えてもう、あの、キャリーとか全部衣装脱いでパンチでこう歩いてた、そしたらボクサーパンツのチャック、ボタン開いててもう、あの、チンチンブラブラで楽屋を歩いてたっていう。歩いてたで、社長に、トシ君、トシ君、チンチン出てるよって。そんなことあるか。え、ちょっと待って、気づかなかったの？全然気づかなかった。全然気づかなくて、そんなことあるかよって思って、パッと見たら、出てた？パッと見たら、出てた？ほんと恥ずかしかったね、それは自分が見せてやろうと思って、見せるのは別にいいの、うん、だけど、自分がそういう認識じゃなくて、うん、見られたのが嫌だ、なんかそう、こう赤っ恥だったね、恥ずかしかったし、それは、ね、あの時確かにリアクションがね、うん、恥ずかしそうだった、恥ずかしい、そう、ただね、メンバー見るのこっち大爆笑って、うんうん、まあ、うん、いや、そういう話が笑いの神が降臨したんだねそうだねはい、ということで、はい、メール今月も、あ、あれ、まだあるんですか？まだ、まだ、じゃあ、続きじゃあ、もうまだ、はい、はい、はい、ヨミさん、ニエさん、こんばんは。あ、こんばんは。インク発売おめでとうございます。はい、ありがとうございます。そしてツアーお疲れ様でした。私の赤っ恥大賞をお話しします。昔、秋葉原でメイドをしていたことがあるんですが、勤務が終わり、メイド服から私服に着替えて帰っていたとある深夜のことです。人の視線をなぜか、なんだか感じました、うん。すれ違う車にもクラクションを鳴らされ、私は急に怖くなりました、うんうん、ふと頭の上に違和感が、うんうん、なんと服は着替えたけどメイドのカチューシャが頭に乗りっぱなしでした
気づけば家の前、電車にも乗っていたので結構な人に見られたと思うとすごく恥ずかしくて今でも鮮明に記憶に残っています。あ、これが私の人生の中での赤っ恥大賞です。あ、外し忘れたんだ。はい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 。まあ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 でも恥ずかしいかもね。恥ずかしい、うん、おかしいからね、うん、明らかにね。そうそうそう、コーディネート的にね。まあ確かにね、そう、気づくの遅ければ遅いほど恥ずかしいんだよね。恥ずかしいね、うん、なるほどね。こう確かに、うん、大丈夫。もっときましょう、うん、はい、持ってきますか。はい、名作、お、名作がいっぱいある。はい、こんばんは、うん、今日のテーマ、私の赤っ恥を聞いてください。はい、沖縄に住み始めて16年、日が、日がな、なかんだかり、キャン、ポチンダといった名字もすっかり慣れま、ああそういう、あ、そういうのがあるんだ。名字もすっかり慣れましたが、住み始めた当時はやはり呼び慣れない名字が戸惑ったものでした。ほうほう。中でも忘れられないのは、ああ電話にてお話した男性です。お、電話口の向こうでしきりに、ああおかまですとおっしゃってるので、はい、はい、私、おかま様ですか。男性、おかまです。私、おかま様でお間違いございませんか。男性、おかまです。怒りの感じで、怒った感じで、おかまですとのやり取りをしました。すっかりおかま様だと思っていましたが、後で聞いたところ、ほかま、あ、ほかま、ほかま様でした。なかなか聞き間違いをしていたものだと恥ずかしく思います。あ、それはちょっと、ほかまさんだったのね。ほかまさんをおかま、まあこれちょっと失礼ですわ。ちょっとね、確かにこれ失礼です。え、他に何ていう名字なの。他ね、日賀、日賀さん、うん、なかんだかり、なかんだかりさん、ね、キャン、まあキャンはね、あ、有名だよね、うんうん、コチンダ、コチンダさん、うん、へー、これ字がすごい特殊じゃない、ね、そうだよね、確かに全部ちょっと読めないかもね。読めない、そうね、はいはい、確かにね、名字間違われるな。なんか最近ほら、うん、なんかデリバリーとかでさ、うん、なんか飯頼んだりとかするじゃない、うん、千葉ですって言っても、うん、え、つばさんですかみたいな。なんで訛ってるの、なんで急に訛ったっつって、いや、ちっつって、うん、そうみたいなのはすげえ。あ、俺もあるわ。ババですって言うと、和田さんですか、あー、高田のババの馬場です。はいはいはい、あ、馬場さん、ね、ね、うん、だから俺も千葉県の千葉ですって言うんだけど、そうそうそう、だから母音がやっぱ強くなるんだろうね。そうね、やっぱあるあるですよね。ね、うん、うん、なるほどなるほど。次行きますか。はい、次お願いします。はい、よみさん、にやさん、こんばんは。こんばんは。お二人による長時間の番組放送、とても新鮮ですね。はい、はい、これまでのいい部分と新しいことを取り入れる変化を一緒に楽しめて嬉しいです。うん、私の赤っ恥エピソードは、うん、十数年前のことになりますが、とあるライブの遠征で大阪の重曹という町に行った時の話です。うん、今のように地図アプリもなく、初めて行った場所のため目的地の周辺まで来て道が分からなくなっていたところに、うん、たこ焼き屋さんがありました。うん、薄暗い路地で通行人も他にいなかったので、他に方法もなく屋台のお兄さんに道を尋ねたら、思いのほか優しく教えてくださり、うん、お礼の気持ちで後で買いに来ますねと伝え、並べてあったお店のチラシを手に取ってその場を後にしたのですが、うん、後からよくよくそのチラシを見るとピンク系のお店のクーポンでした。お、急いでいたのでよく水に手に取った自分も自分ですが、うんうん、ピンクのお店のクーポンを握りしめて走る私を、屋台のお兄さんはどんな顔して見送ったのかな、うんうんうん、と思うと、いつ思い出しても恥ずかしい気持ちになります。ピンクチラシ持ってっちゃったのね。あ、それもう、そのお兄さんが多分見てたんだ。見てたちゃんとね、うん、そう。あ、だからお兄さんからしたら、うん、え、そのどういうこと、そう、どういうこと、あなた、そのあなた女性だよね、そう、そっち系のお店行くのっていう、あ、みたいな感じだ。うん、ちょっと確かにね、うん、まあ、電話もしなかっただけまだ、まあそうだ ね、うん、電話して、うん、はいはいはい、はい、なるほど、恥ずかしいですね。はい、続きまして、はい、よみさん、にやさん、こんばんは。こんばんは。ツアーお疲れ様でした。お疲れ様。すごく楽しかったし、これさっき読んだぞ。あ、もう終わり。ああ、はい、まだまだありますね。はいはい。びっくりした、デジャブかって。
はい、はい、ヨミさん、ニヤさん、こんばんは。はい、こんばんは。いつもニコ生楽しく拝見しております。はい、今回のメールテーマは赤っ端大賞ということですが、忘れもしない2018年3月に行われた羊さんの FC 旅行第320回チキチキ羊と沖縄ランデブーでのことです。はいはい、ホテルにて夕食を楽しみつつ、羊さんが海に潜っている映像を見たり、質問コーナーがあったりと充実した内容だったのですが、はいはい、ここで羊さんからファンへ逆質問をする流れに、はいはい、質問はナイトメアのメンバーのどこが好きかといったもの、はいはいはい、1人ずつ指名して順番に質問していきます、うん、なるほどな、私だったらここかななどと、自分が指名されるとは思いもせず考えると、背景に背後には羊さんが、うんうん、ロガさんのどこが好き、うんうん、と思いがけずに質問され、口から出た答えは大きいところ、器が大きいところだったり、どっしり構えているところを思って答えたものの、下ネタはダメだよと羊さんに言われ、うんうん、言葉が全く足りていなかったことをそこで初めて気がつきました。ただね、大きか、うん、大きいところって言ってもね、下ネタじゃないと必死弁解したものの、下ネタ認定されてしまい、耳まで真っ赤に、まさに、ま、赤っ端でした。あ、うん、恥ずかしかったのですが、笑い的には美味しくなかったので今ではいい思い出、笑い的に美味しくなったので、あ、なったのね、はいはいはい、今ではいい思い出です、はい、なるほど。ひつぎさん、やるね、やるね、やっぱそういうとこ、こう切り返しうまいね、うまいね、うん、うん、やっぱすぐ下ネタ持ってくからな、あの人も、まあ、あの人もね、うん、あの人は割と好きだからね、好きだから、うん、さっきむっつりはどうのこうのって言ってましたけど、そうそうそう、むっつりですから、むっつりいちごとか言ってましたけど、そうそうそう、むっつりいちごがひつぎくん、でむっつり2号が酒とくんだから、うんうん、俺たちはほら、はっきりチームなんでね、あの、ルカさん、いやいやいや、あなたには勝てませんわ、いやいや、はっきりはっきりじゃないですか、楽屋ではね、え、そう、もちろんもちろん、うん、いや、そんなこと言ったらルカさんもそうですよ、あ、そっか、楽屋でじゃあ、4対1じゃんまあ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 、はっきりすぎはあなただけじゃないですか、まあ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 、いいでしょう、まあいいか、うん、まあとりあえずあの、俺を一人にしないで細かいことは、うん、細かいこと気にしないで、じゃあ次行きます、はい、はい、食べ物縛りのしりとりをしていたら、友達がザーメンと答えたので、はい、ザーメンと答えたので、はい、何言ってんの、食べ物じゃないよと慌てて止めましたが、皿うどんのような中華料理屋でザーメンってあるらしいですねなので友達の負けですが、人間的に負けた気がしましたいや、いいと思うよ、いいと思う、いいね、いい、いいね、いい、うん、いや、いい、俺らこういうメール好きだよ、好きだね好きだね、好き、いやー、うん、それちょっと、いや、確かにあれだね、うん、赤っ端ですね、でも中華料理でザ、普通にザ、カタカナのザに麺、ザーメン、ザーメンですね言い方でザーサイ、ザーサイじゃないもんねザーサイじゃない、それは、うん、ザーメンだわ、あるらしい、ザーメンっていうのあんのね、ちょ、交流に聞かないと分かんねえ、そうだね、ちょっと、え、ちょっと電話してみよう、ポリザーメン、ザーメンあるっつって今今、いや、今もちょっとあれけど、あとで、なるほどね、まあ、いいね、いいですね、いいと思います、はい、はい、次いきます、はい、私の赤っ端はとあるライブでの出来事です、うん、ライブを盛り上げるために、いけるかとボーカルの方が煽り、はい、かかってこいと煽られた瞬間、はい、ついナイトメアに参戦しているような本能が目覚め、うん、ボーイとデスボイスで叫んでしまいました、うん、周りの方はイエーイという感じで、デスボイスなんて使わないバンドさんのライブだったので、うん、とても恥ずかしかったです、あー、なるほど、あの、まあ、バンドによって違うよね、そうやっぱそのテンションっていうかさ、ちょっと喉、うん、いいよ、ちょっと潤し、うん、ちょっと潤そう、うん、うん、そう確かにそうだわ、うん、ついね、いけるか、そうて、あのナイトメアのテンションでね、もう本能だよね。本能だね。うん。いや、いいんじゃないですか。そう。あの、どんどんその、ね、他のバンドさんでも、うんうん、ナイトメアのね、具合で言ってくださいよ。ね、うん、いや、でもさ、ほら、俺もさ、うん、こう今回その、ファンをこう盛り上げるためにさ、うん、こう、やっぱその、飛べとかさ、うん、踊れとかさ、あるじゃん。うん、だ俺自身も、一応、なんていうの、あの、これはいい、これはダメみたいなのを、うん、一応、ちゃんと、
あの分かって煽ってはいるんだけど、いつもの癖で、なんかこう歌ってくれとかさ、はいはいはい、あそれは言っちゃいそうで、すげえ怖かった。そうだからそれ多分まあドジの場合歌ってくれだけど、例えば俺の場合さ、こうジェスチャーで声出せみたいな感じで、こうやってね耳にこう手当てて、うんうん、やっちゃうけど、あこれやっちゃダメなやつだと思ってもやらない。だから俺気をつけすぎて、仙台の時とかも踊るなーって言ったんだけど、あれ踊っていいんだよねってなって、踊るんじゃねえぞとか言ってた。そうそうそう。あ踊りは大丈夫、踊るのは大丈夫だ。うん、ちょっとごっちゃになるね。何が良くて何がダメか。そうで、そのライブ本編終わってからかな、あの出撃さっきと話してて、いつもの癖でピック投げそうなの。ああ。NG だから、ね、ピックとか。そうそうそう。ピック投げたり、そのペットボトル、ね、もうダメだし、投げたりとかもダメだと思う。そう。ついこうやりそうになるんだけど、でも曲中にその俺ピックと指引きでこう変えたりするから、うんうんうん、まあ、そういう時はもう癖でね、癖で、でも地面にポンと置いて指で弾くみたいな、うんうん、ちょっとね、まあ、まあしょうがないよね、うんうん、まあでも嬉しいな、そのエピソードは、うんうん、いいと思います。はい、はい、やっぱね、俺ね、これだわ、ザメでしょ。はい、はい、じゃあ、はい、お名前は、ニコニコネーム、はい、ちゃんみさんです。おめでとうございます。ちゃんみさんおめでとう。でちゃんみさんにはじゃあ何かあるんですかね。じゃあ大賞に輝いたということは、うん、特に何もない、はい、名誉だけ、赤っ端大賞っていうね、はい、名誉だけ、いや立派な大、その大賞ですね。いや立派な大、あの大賞ですね。本当にあの君と一緒にあのザーメンを食べに行きたいっていうね、はい、ぐらいです。本当にそう、いやむしろあのみやくんと一緒にね、みんなで行こう、みんなで、そう、ね、なんかみんなで、みんなと、そうね、そう、うん、味わってみたいですね、うん、はい、ということで、今月も皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここで、ツアー中のマル秘写真を公開したいなと思います、はい、写真を紹介してくれるのは、最近ボイスチェンジがうまくいかないので自らの声を変えております、アメトイナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう声変えるのやめました。そうですね、男らしいです、はいはい、うん、もうそのまま、そのままもうアメトイナ、成長したアメトイナ、はい、行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで早速マネージャーさんからいただいた写真、はい、1枚目をご紹介したいと思います。はい、こちらです。どうぞ。うん、はい、ほう。これはリハ中の写真になるんですかね。あ、本番じゃないですか。本番中ですか。多分なんか、うん、あなたはノーパンなんでしょっていうところのシーンじゃないかな、俺の予想。え、ね、この前の ZEP、 この前の ZEP 東京の時に、え、何どっちみたいな、ノーパンなの、ノーパンじゃないのみたいな時の多分シーンじゃないかな。あ、そのやり取り、そう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 、多分ちょっと正確には定かでは、定かではないんですか。ほうほうほう、なるほど、はい、ほうほうほう、次行きましょう。はい、それでは続いてのお写真、はいはいはい、はい、これリハサウンドチェック中かな。ああ、そうだね、あれドラム台に俺とドジがいますね、座ってるね、うん、これはどういう場面ですか。多分これおそらくさっきとのさ、さっきとの多分サウンドチェックしてて、そう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 、でさっきとも終わったらその後いつもこう全体で入る流れなんですよ。そうね、だからちょっとさっきと待ちみたいな、うんうんうん、だと思うんですよね。多分そういう感じだと思う、はい、はい、じゃあこの待ってる間のお二人の表情にちょっと寄ってみたいと思います、はい、続いての写真、はい、これです、はい、ちょっと新谷さんの表情、これ出していいかな、どうなん大丈夫かなと思ったのでちょっとモザイクをかけさせていただきました、はい、ここで、ギフトモザイクチャレンジ、うやーい、はい、勝手にですね、はい、番組スタッフの判断で、はい、ギフトが5万ポイント以上になった場合、はい、この新谷さんのモザイクを外して公開させていただくという。あ、なるほど、なるほど、そういうシステムなんですね。1台いっぱい落ちてくれば、はい、なるほど、モザイクが外れていくっていう、なるほど、そういうことですね。ちなみに俺は多分なんか爪噛もうとしてるね、これね、うん、多分爪を噛もうとしてる。なるほど、なるほどね、まあ、ギフトがたくさんいただければ今後の番組制作にも生かされていくと思いますので、はい、あれ石台なくないって書いてあるんだけど、
石台ない？ああ、石台、石台はある。石台がないか？どうだ？あれちょっと待ってよ。あ、石台が来た。石台あった。あ、これ石台じゃないな。これ何だったっけ？どれタコ？え？あのさっき落ちてきたの赤いやつ。あの石台の次に書いたやつ。あ、これ。あ、これなんだっけ？これなんだっけ？なんだよ、これなんだっけ？ちっちゃいからちょっと見えない。そう、なるほど。何書いたっけ、これ？何書いたの？マダイ？マダイですかね。マダイか。マダイだ。あ、そうマダイだ。マダイ、マダイ。思い出した。うん、マダイです。石材はないのか、もうマダイしかないんだ。なるほど。あ、なるほど、なるほど。じゃあこれは、おいおいでいいってこと？おいおい5万ポイントになれば、外すってこと？そうですね。ほうほうほう。なるほどなるほど。なるほどね。またタコも来たよ、タコ。あ、タコ来た。タコ来た、ありがとうございます。俺結構タコ気に入ってんだよな。タコお上手だったね。ね、俺も初めてタコ書いたんだけどさ。うん、確かこんなだったよな。うんうん。めっちゃ上手。もう悪いの出来良くない、うん、あ、でももうあと少しですね。あと少しなの？今もう42,000ポイントですので。あのさ、そう、タコと石台もいいけど、またあの横顔ちょうだいよ。横顔横顔ちょっと見たいから横顔ちょうだい。すごい。横顔。もっと余裕で5万ポイントを超えました。あ、5万ポイント今いった、はい、おそれではすげえ新谷さん、どんな表情をされているのか、はい、お返しさせていただきたいと思います。新谷、はい、さん、よろしいですか？どうぞ。こちらです、どうぞ。うん、いい緊張感だ。何これ、あくびしてんの？あくびしてんの？あくびですね。あくびしてるね。ちょっともうちょっとこれ寄れないかな、うん、せっかくね、ちょっとみんな多分ニーヤの顔を見たくてね、うん、ちょっといけない、寄りましょう。うん、ちょっともうちょっと寄ってほしいな。うん、おーっと叫んでんのかな、これ。いや、あくびでしょ。あくびですかね。完全にあくびでしょ。俺の見て、む心ここにあらずみたいな。ここ心はここにない。それ言ったら俺もない。まだスイッチ入ってないからね。入ってない。まだスイッチ入ってないからね。そうそうそう。いや、いいですね、この絵は。いい、うん、本当来年40とは思えませんね。そうね。あ、いいです、いいです。皆さん、ご堪能いただけましたでしょうか、はい、まだ引き続きございます、はい、では続いての新谷さんコレクションに参りたいと思います、はい、こちらです。あ、はい、寝てるね。もうツアー後の爆裂ナイトメア恒例の、はい、新谷さん寝姿コレクションでございます、はい、この前のあれだ、ゼップ名古屋だ、この楽屋。あ、ゼップ名古屋、うん、ほうほうほう。このパーカーか、あの可愛いよね、うん、まあ、でもめっちゃ背中出てる。出てるね。もうちょいしたらケツ出そうだけど、ダメだ、ね、この俺あれなんですよ、よく楽屋で寝るじゃないですか。寝るね。だいたいリハ終わるとすごい、もうメイクも終わってるし、ご飯も食べてるし、リハも終わってるし、やることないからとりあえず寝ようみたいな感じでこうやってゴロゴロしちゃうんですよ、ね、はいはい。しかも畳だからね。そう、畳いいよね、畳ね。畳、まあ、俺畳じゃなくてもどこでもゴロゴロするんだけど。、うん、お昼寝タイムで、はい、なるほど、うん、まだあるんですか。はい、続いてこちらです。また俺あ、これ覚えてんな。これどこだ。これ、あれだ、ビッグキャットだ。ビッグキャット、うん、ビッグキャット、ビッグキャット、うん、そう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 。ひどいな、その寝方。うん、眩しか、でも眩しいのかなと思って。うん、眩しい、うん、っていうかさ、うん、もう、あのさ、うん、グッズ作ったら。何？ニーヤ君のさ、あのアイマスクみたいなさ。あ、ねえ、あ、なんだっけ、ロックンロールでしたっけ、いつも、いつも出してるの。ロックンロール、まあ、あれロールっていう、あれロールっていうか分かんないけど。まあまあまあ。ねえ、ニーヤ君のあのアーシャの目になってるさ、やつ、いいじゃないですか。気持ち悪いじゃん、あんな。いや、いいじゃん、自分で、自分のやつなんだから。気持ち悪いわ、使いたくないわ。まあ、それはちゃんと、ほら、ちゃんとそれからデザインされてさ。うん。うん、なるほどね。ねえ、
うん、使いますよ、そしたら、うん、自分でずっと。はい、続いて、はい、まだありますよ、もう写真。まだある。はい、こちらです。これはどこですか。あ、これ ZEP じゃない、 ZEP 東京じゃない。どこだこれ、どこだっけな。 ZEP 仙台か。 ZEP 仙台、 ZEP 仙台、うん、え、ギグスじゃなくて。あ、ごめん、ギグス。ギグスでしょ、うん、違うわ、うん、ギグス、ギグス。ギグスか、うん、あ、ギグスこの方があったっけ。あったっぽいね。あ、ギグスだ、ギグスだ、ギグスだ、うん、そうだね、うん、ギグスや。うんうん、まあ、寝てるシリーズ、うん、はい、まだあります。こちらです、はい、あー、これか。これは、はい、うん、とんでもないことになってるから、ね、ちょっとなんか変なことになってたので、うん、こちらもちょっとモザイクタイムやらせていただきました、ね、うん、あの、ちなみに、はい、右側に俺いるじゃないですか、うん、あの俺の顔見て、ちょっと羨ましそうな顔してるから、アップできますかね、ドジの顔。もうめっちゃ羨ましそうに見てるからねえ、うん、そう、俺も混ざりたいなっていう顔をしてると思う。うん、はい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 、まあ、ねえ、横目で見てる感じだ。うん、若干笑いそうな顔してますけどねはいはい、はい、まあ、これがどうなってるのかと、うん、はい、こちらも、はい、参りたいと思います。続いての区切りは10万ポイントです。10万ポイント。え、今ちなみに何ポイント。今6万ポイントにも、いつの間にか、いつの間にか、はい、ニーヤさんの寝姿のおかげで可愛いポイントがたくさん貯まりまして、ありがとうございます。はい、あれ、ルカさんのスタンプって何でしたっけ。ないか。そうですね、ルカさんのスタンプはないか、うん、はい、うん、まあ、これ多分ね、あんま見たことない光景だと思う見たことない光景かな、だと思う。そう、うん、いや、あ、俺が頻繁に見すぎてた。あ、まあまあ、そう、あの、うん、分かんないのか。メンバーとか見てるけど、たぶんファンの頃は見たことないんじゃないかな。あ、多分見たことないかもね、うん、ちょっと天の声が降りてきまして、はい、8万ポイントにしましょうかっていう。あ、8万ポイントだ、はい、なるほどね。だったらどうですか、はい、皆さん。なるほどなるほど、はい、8万ポイントいったらモザイクが取れますよと、はい、うん、あー、なるほど。あと何のスタンプあったっけかな。抱き枕、あ、抱き枕に、抱き枕になってたのかな、うん。はい、いかぐり千葉さん、うん、ありがとうございます、ね、これ昔のスタンプはもうないんだよ。昔のってどういうこと。あの、まあ、一番最初に書いてたやつ、それこそ石台とか。石台も多分なんかもうなくなってんじゃない。なくなってんの、うん、なんか、例えば棺屋さんに猫描いてたりなんかで、ね、棺屋の猫で、ルカさんなんか、あ、猫あるよ、ほら、ああ、横顔、横顔やっぱいいね、うん、はい、千葉さんありがとうございます。はい、猫、マダイ、タコ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、8万ポイント、8万ポイントできました。早くも達成しました。はい、皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。それでは、はい、モザイクをじゃあ外しましょう。どんな状況になっているのかご覧ください、はい、こちらです。もうわけわかんないよね。ちょっとね、アップにしてあげて、うん、これちょっと若干分かりづらいよね、うん、説明が必要だよね。そうだね、ちょっとこれ200説明してもらっていいかな。まず、うん、これスタッフルームなんですよ。はいはい。で、一番左にいるのが下手のローディーなんですね。はいはい。がソファにこう横になってたんです、横たわってたんですよ。はいはい。そこに俺が、彼の、うん、膝枕っていうかな、腰あたりにこう枕にして横になってたら、はいはい、はいはい、そこからルカさんが2人の上にドスンって乗っかってきた
絵です。なるほど、はい、でもドスって乗っかってきてずっとこの体勢だったよね。結構長いこといたね、多分2、3分、5分ぐらい、ああ、まあ、この体勢でいて、ああで、あ、これはもう密だよねっていうことで、そうだねダメだっつって、かなり密、うん、そうそう濃厚接触だよそうね、これは密だからよくねえなっつって、ああ、そうそう、それでそう、ね、うん、すぐ、ね、うん、ね、メンバーみんな楽屋に戻るっていう、ああ、はい、いやでもいい、いいですね、はい、うん、すごい、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあこれが最後ですか。はい、これで以上になります。はい、はい、あれ阿部隊長、もうそれで終わり。はい、以上です。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、爆裂ナイトメアはそろそろお別れのお時間になりました。はい、あんのい、はい、1問だけ、はい、あの予備で用意したら、はい、はいはいはい、あ、じゃあ、はいはい、あ、じゃあ、ちょっと、はい、 OK です。はい、これは湯飲みですよね。はい、では、え、待って、これは本物の湯飲みか、え、食品サンプルって言うんですか食品サンプル、ここに A と B2 つの湯飲みがあります、うん、はいはい、湯飲みと言いますか、スッキーと言いますか、うん、A と B どちらが高いでしょうか。どっちが高い、そういうこと、どっちも本物だけど、なるほど、高い方、これあの俺でも結構あれですよ、あの鑑定団結構見てるから自信ある。自信ある。これわかんねー、鑑定団見てる。ちょっと裏見せてもらっていいですか、どっちも。嘘でしょ。じゃあその裏じゃない、あの、あ、このあ、それを見たら多分上がってしまう。ああ、それやっぱ見たら分かんだ。それを見ずに、ああ、これはどうだろうな。まあでも、いやー、分かんねえなーそうだね、ちょっと分かりづらいね。なんかどっちかって言ったらこっちかなっていうのなんとなく。いやー、ちょっと待って、高いもめちゃめちゃ高額なものでは、あー、高い方当てればいいですよね。高い方を、うん、高価な方を当てる。まあまあ、こっちかなね。 あ、そっか、みんなから聞いてみよう、うん、みんなに。みんなどっちだと思う？ A か B？ あー、 B、 うんうん、あ、 B の方がなんか多いね。あー、へー、まあ、A もいるね。まあでも B の方が、うん、多いね。うんうん。ババの B。うん。ババの A じゃねえわ。A 入ってねえし。あ、A 入ってるか。まあ、まあ、ローマ字。A 入ってる。A 入ってたわ。でも俺はまあ、うん、こっちだな。え、決まったの？うん。いい？うん、いよ、せーの、 B。 あー、そうね、うん、そうだ、まあ、なんかまあオーラが違うんだよ。あああああ、オーラが、あ、存在感が違うんだよね。多分、うん、B がどっちかというと高い方だと思う。そうそう、けど俺がもし実家に行って、うん、実家のばあちゃんと一緒にお茶、どっちのやつで飲みたいかって言ったら俺は A、うん、でもデザイン的にはね、デザイン的にって感じ。俺はなんかね、 A はね、これ100均っぽいんだ。ああ、あのマットな感じね。そう、俺なんでかって100均の食器使ってるから。ああ、なんとなくわかる、なんとなくね、素材感っていう、そう、もう形もそうだし。 B ちょっとなんか若干ね、
うん、特殊、特殊っていうかサイズ感もそうだし色もそうだし、うんうん、あとねオーラが違う。ああ、うん、俺は今度休むんじゃねえぞと、うんうんうん、っていう感じがね、感じがするんですよ。あ、なるほど、はい、じゃあアメトミナさん、じゃあ正解をお願いします。お願いします。なんと、はい、大正解です。新谷さん大正解も大正解、はい、100均の器です。こちら A は100均の器です。大大大正解です。すげー、これ。そして B がいくらぐらいのやつですか。はい、B は、長谷川夏さんという作家さんの作ったもので4000円相当。おお、やっぱりな、やっぱ違うね。違う、このサイズで4000円ですので、しっかりとした作家さんのものということになります。という出題でした。やっぱ 裏はやっぱ違うんですか。ちょっとやっぱりちょっとでも名とかは入ってないんですが。あ、はいはいはい、でも多分、あ、もうあこれは裏みたいな、それ一発、うん、それは見せられないよ、ね、ちょっとこうなっております。あ、はいはいはい、なるほど、うん、多分大量、 この辺の感じが大量生産と手作りは全然、はい、そうですね、はい、ちゃんと手切りっていう感じですかね、はい、うわ、よかった、取りました、はい、ね、いや、よかった ね、 ね、これで外した、あんだけ俺ね、言っといて、ビッグマウス的なこと言っといて、あれでこれで外したら俺どうしまいやつだ。いやいやいや、よかった、よかったよかった、うん、はい、ということで番組以上になります。はい、ということで、爆裂ナイトメアそろそろお別れの時間でございます、はい、今月はね、新谷くんが来てくれましたが、ね、久々にどうでしたでしょうか。あ、やっぱね、面白いですわね、え、うん、ちょっと飛ばしたね、今日はね、飛ばした、あの、のっけから飛ばしてきた、飛ばしたね、よみさんがっていうかね、うん、俺思った、うん、あの、今回の放送前半部分のあのテンション、うん、やっぱ、ちゃんとペイの時間になってからにした方がいい。いやでもね、大丈夫だった。いや、いいと思うよ、うん、大丈夫、ちょっと、あの、うん、やっぱその何、こうもちろん番組始まって気持ち切り替えるじゃん、うん、ゾイさんね、うん、0から一気にドーンって100いったの。まあ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 、そうね、おかげで俺もそれになんかこうついていこうっていう、あ、なるほど、追加置いてかれないように、ついていかなきゃっていう気持ちでこの1時間半やれておりますので。ああ、なるほどね、はい、すごい楽しかったです。あ、よかったです、はい、ありがとうございます、はい、ということで番組の感想、質問や、普通オタ、さらには我々2人に対して、やってほしいこと、うん、あ、対決してほしいことなどですね、うん、こちらまで送って、ください、はい、メールアドレスはナイトメアドットニコニコアットマーク gmail.com、 ナイトメアドットニコニコアットマーク gmail.com までお願いいたします、はい、次回の爆裂ナイトメアは11月なんですけども、おっしゃる、ツイッターの方で、お知らせすると思いますので、チェックしておいてくださいということで、そろそろじゃあ若干早いかな、うん、まだいい、はい、それでは、皆さん本当に今日はご覧になっていただきありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手はナイトメアのボーカルヨミとベースのニアでした。それではみんなおやすみなさい。おやすみ、バイバイ、バイバイ。重ねて手のひれに僕らは何を思う。きっとねこのままじゃうまく終わらないよ。ぐしゃぐしゃに汚れた夢の跡
数重ねて手のひれに僕らは何を舞う引き止めこのままじゃうまく笑えないよもう少し歩けるよもう少し歌えるよ全てが混ざり合って灰になるまで無茶苦茶にもがいて意味もなく抗うその想いが何よりも大切だったね始まりを指先で僕らは何を掴むそこまで落ちたがって早がれるように感じる体温も感じる息遣いも全てが懐かしいよYeah